はい、それでは本日フルズメイトチャンネルをご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。案の定ダラダラとした、まあこうなることはもう予想してたことなんで、僕はもう全然何も緊張してない。そうね、そう、まあ、ロキさんっていう僕の親がいるので安心して喋れるという、ここでねこう落ち着かない人いるじゃない、たまにこう不安やな、この人とトークみたいな、じゃないからもう超楽でしたね。俺も楽だったよ。ありがとうございます。なんか関西と関東のノリって違う言ってたんですけど、また何だろう、なんだろう、俺さ、はい、このフルズメイトチャンネルさんだってさ、はい、こういうボーカル2人でってのはさ、あのかやと、まあまた、まあやっててさ、かやの時はね、まあ楽なんだけどね、また別の緊張感がねお互い余計なことを言いすぎないようにしよう、スリリングな、そうそうそうってのがあるから、ね、ありそうですね、かやさんは、うん、そうそうそう、でもお互いがお互い悪影響でここねストッパー外れちゃうからね。そうですね、うん、生放送が危ない、魔女と魔王の戦いですかね、いつも思いますけど、けなし合いだからうるせえ魔女うるせえやつって、いやあれ一番好きですよ。でもまあ今日すごい楽しかったんで、またこういう機会あったら、うん、ぜひぜひ呼んでください、うん、呼んでください、ぜひお願いしますはい、そんなわけで、まあ明日のね2月25日はい、はい、池袋チョップにて、はい、回る傘揺れる歯車ボリューム7、逆っすからね、うん、揺れる傘ですから、あ、そうだ、これいつも間違いないです、僕も揺れる傘なんですよ、ほんで回ってるんです歯車ね、そういうことですね、揺れる傘回る歯車、うん、今回のツアーファイナルということで、はい、行いますので、ぜひぜひ、うん、それがね伝説のチョップドームで、そうですよ、うん、まあ、真っ黒で、真っ黒、またこの黒さが戻ってきたな、僕らは。そうだな、やっぱ黒いとこ居心地いいからな、もうね、逃げられんまあそんな感じで、だからそれでね、まあね、犬神サーカス団さんというね、はい、大先輩がね、お招きしての濃いイベントで、はい、で、まあさっきもちょっとお話ししましたけど、はい、まあ、今回会場限定グッズがね、はい、まあ一応明日、終了、そして撮影会もあるんで、はい、まあ、絶対に、まあこの機会は逃さないのがいいと思います、うん、そして生演奏のね、はい、あのカバー曲しかり、はい、カップリング曲しかり、ほんと見納めになるんで、はい、ぜひぜひ来てください。そして、モアは、はい、ね、4月に、お、4月20日に、サードミニアルバムティランチュラを、発売決定しております。雲だよ、そう、雲、で、それでね、それも伴ってね、美しき暴君という、まあそれも透明版の主催ツアーを行います。4月20日、心斎橋バロン、4月21、名古屋の今池スリースター、うん、そして4月の30日、池袋エッジで行いますので、ぜひぜひ皆さんお越しください。そして、アンブレラは、はい、こちらはね、3月の1日にね、大阪のルイドっていうところで、うちのドラムの誕生日主催があります、うん、それと、だって3月14日、これもね、アンブレラの一番大事な、うん、まあ、ショックの誕生日は大事なんですけど、3月14日は僕らのアンブレラの誕生日の欠席記念日ワンマン、スタヤ OS でやりますので、よろしくお願いします。あと4月23日、春の誕生日、うん、ベースの春の誕生日主催もロフトでありますので、よろしくお願いします。お願いします。それでは、明日みんなで一緒に楽しんで、はい、いい夜にしましょう。あんまり酔わないでください、はい、ではでは、ありがとうございました。ありがとうございました。